タレントの中井正宏51人が28日放送のフジテレビ土曜プレミアム中井正宏の芸能人お友達呼んできましたグランプリ高10.05に出演し収録中に突然スタッフを呼び出す場面があった人気芸能人が本当に仲の良いガチ友達と一緒に登場し中井正宏の進行のもと 賑やかなクロストークを展開。芸能人の友達が芸能人の素顔を次々と明かしていく新主向のトークバラエティ。スタジオには総勢13組29人が集結した。マットの友達は奥を稼ぐ実業家姉妹。そのホームパーティーの様子などが VTR で紹介された後、中井は突然ねえ。 ちょっとスタッフ来てくれる、と呼んだ。急な展開に、えなになにとスタジオが不穏な雰囲気に包まれた。そして、どうしたんですかといった声が飛ぶと、中井は、いや、ここちょっと寂しいから、そっち寄ってもいい、とまさかの理由を明かした。 MC 席と総勢13組29人が座るゲスト席が離れていることに寂しさを感じていた。この理由にゲストたちは大爆笑。お笑いコンビ、下降り明星、聖夜は、MC 代が動く番組あるんですかとびっくりしていた。スタッフ6人がかりで MC 代が移動すると、中井は、はい、ご機嫌。 とご満越の様子だった。